こんばんは。みんな何してるんですかね、今日。いぶきはね、映画見てきたのよ、仕事終わって。ラストマイルを見てきました。楽しかった。久しぶりの映画でしたと。みんな星ありがとうございます。あ、そう、でもレイヤとザワチに投げてあげてください。え、でも星もあれだよね、ショールームイベントってさ、星もカウントされるよね。貯めましょう、ここで皆さん。だって今日最終日らしいじゃん。貯めましょう、ここで貯めてからレイヤチンとザワチに投げてあげてくださいなと。佐藤たまつさん、バラありがとうございます。もうお二人とも頑張ってるよ、リハも頑張ってさ。こんばんは。お師匠だらまありがとうございます。修学旅行いつの間に、あの、私だから、おかげさまで2週間ぐらいお家に帰らない期間があったんです。え、修学旅行の時だ。そう、東京行ったかと思えばまた違う県に行って、またこっち戻ってきて修学旅行行ってっていうのが、でまたその次の日からも東京に行ってっていうスケジュールな日があったんです。なんと顔が小さい。ありがとうございます。ギターどうしたの、それ。これは私のギターです。マイギター、黒番。こんばんは、こんばんは。え、チーズ月見バーガー食べてるの。揚げ物、揚げ物、私揚げ物なんて言った。揚げ物食べたいよ。え、なんかさ、明日は公演なんです。ザワツとレイヤに応援ギター。コードがないもんな。コードが今見れないんですよね。あ、わかった、何かを水洗いしてるのか。あ、そうそうそう、多分玉ねぎ。元気です。今日の夕食は野菜炒めと、お魚とお味噌汁です。この前京都に行ったのさ、その時のお土産紹介するね。行った時の私のお土産はこちら。まず王道です、八つ橋のチョコです。私チョコにしました。え、チョコって王道なの。チョコにしましたって。王道はあんこですよ、多分。じゃじゃーん、チョコです。食べますってことで、みんなに食レポしないといけないから、仕方なく食べるだけだから。手で失礼。八つ橋のチョコいただきます。スケトゥール、うまっ。天才だな。
せっかくビッキー昨日ダイエットして今日の朝もダイエットしてたのに、コンサート近いから。だって昨日の夜はいぶき、お昼、あ、朝はわかめご飯1個でリハやって、お昼食べずにやって、あ、お昼にアイス食べました。食べて、まあそれ以外は食べずに、夜は玄米と、玄米マジこんぐらいと、鶏むねのひき肉と豆腐とえのきを入れて焼きました。で終わり。ヘルシーでしょ。で今日の朝はバナナとヨーグルトです。ブルーベリーヨーグルトだけ。お昼まず食べてないし、今日の夜も野菜炒めとお魚とお味噌汁と白米なので、ヘルシーじゃん。ヘルシーというか健康じゃん。えらいぞ私。ほい、昼食べずにリハ大丈夫大丈夫、アドレナリンよ。そして次、これが私の大本命、京都のお土産。何だったっけ、これ私買ってきた、はんなり漬けだよね。はんなり漬け、しそです、しそ。あれしてる、ASMR いくよ。お母ちゃんうるさい、ブキ今 ASMR しよったのに。そんな言われても、もう作ってる。これが私は勝手に香りを買ってきました。いきます。どうですか。おいしいんです。これがもう一枚だけ食べます。ナスビ？お味噌汁？でもな、入れたい、ナスビの味噌汁。え、玉ねぎ入れと大丈夫だよ。やだ、私は漬物大好き。ラスト5分でザワに投げてきま、え、何時まで2人ともやってんの？リアとザワ、うまい、うまい。20時、2人とも最後ラストが20時ってことは、私55分ぐらいにやめます。50分ぐらいにやめたがいいんかな、2つもあるってやったらね。50分ぐらいにやめますね、私早すぎ。ラストは、それは私はいつでもできるのでね、いつでもショールームできるから、2人が今ビス頑張ってるので、50分ぐらいにやめて、私も2人のところに駆けつけます。1個はお母さんの携帯と武器の携帯で、2人に同じだけあげます。のぶまるさん、ハートありがとうございます。ショールームって大変だよね。ショールームイベント私もねやったことあるけどね、大変、ほんま大変。よく頑張った2人ともリハ期間にって感じで。ってことで、私はお久しぶりに明日は公演なんです。めっちゃ久しぶり。え、なんかついてる。何にしよう、髪の毛って感じ。
バーマ、最近ツインテールばっかりしてたんですよ。なぜならばあのあれだからです。リリーベがたくさんでイベントたくさんだったんでツインテールいっぱいしてたんでちゅ。なので下ろしましょうかね。わかりませんけど全闇とかしとこうかね。新しいジャンバーを買いました。お母ちゃんがかわいいです。花ちゃんの卒業公演の髪型かわいかった。花さんがよくやってそう、あの勝ち盛りの2個版みたいな。え、巻き下ろし楽しみって切ってる。え、巻き下ろしにする。え、でもね暑いよね久しぶりの。え、全闇か迷ってるんだけど明日のビジュアル次第ですね。こんばんは、こんばんは。博多の香り食べたいって。あ、そうです、あのあれです、博多の香り劇場で売り出しております。今食べれるよね、確か食べれます。とももかわいい、ありがとう。ゼアミでも全然大丈夫だって。ほんと？じゃあゼアミなんてしちゃおうかな。暑い、いや明日の気温次第で。よっちーだるまありがとうございます。くちゃトラちゃん、よっちーだるまありがとう。ちょ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 、もうさ、なんか急に飽きすぎてびっくりしたんですけど、マジで寒い。お師匠だるまありがとう。マックポテト美味しいよね、天才だよね。こんばんは、こんばんは。劇場で食べられるもんね。そうです、劇場で食べられるので、みんなパンとか持参してもらったらね、ホットドッグになんてできちゃう。涼しくなったよね。それな、箸届いた、猫ちゃんだよね。届きましたよ。こんばんは、こんばんは。ジジリマンハートありがとう。ユキさんハートありがとう。のぶまるさんハートありがとう。こんばんは、こんばんは。ね、お腹空いちゃったよ。のぶまるさんハートありがとうございます。今日変だ、前髪。前髪にこけた。なんで？50円でパン売ってくれ。え、ちょっとその案出してみようかな。ねえ、いいじゃんね。売れそうじゃない？お米。ねえ、いいじゃんいいじゃん。あのさ、マジでこんぐらいの一口、三口分ぐらいのお米50円で売ろうよ。めっちゃよくない？劇場で今ウィンナー売ってんねん、劇場。美味しいね。だけどさ、絶対武器ならお米絶対食べたいのよ。腹ごしらえ、えっ、じゃ腹ごしらえですよ。あれやろ、いぶきが描いた絵どれやかね。えっ、いぶきの絵、えっ、いぶきの絵出てる。バーラーツロクさんハットありがとう。のぶまるさんハットありがとう。なんですか、何？佐藤たもちさん、バラありがとうございます。え、パンがいいの？みんな米の方が私は好きな気せんくもないけど、まあ時によるけど。あ、そっか、スタッフさんが米炊かなきゃいけないのか。いや、買えばいいじゃん。本当だ、私の描いたやつ絵になってるやん。どれかい。なんで私のだけこんな逆さまとかちっちゃいの。めっちゃ可愛いのに。いぶきのどれかって、いぶきの絵どれだと思う？結構私、え、絶対わかると思う。いぶきだわって思うと思う。いぶきが描いた絵めっちゃいぶきだよね。これゆきいぶきめっちゃ好きだなって思うもん。当ててください、どれがいぶきでしょうっていう。
めっちゃ息吹だと思うよ。と思う。めっちゃいぶきだもん。ってことでランキング読みましょう。15位福岡の福田、34位タカフル、33位のグヒデさん、12位ムーヒーブ、31位ケネスさん、14位キュイお師匠、8位アキトさん、7位バラ86さん、6位トモモ、5位キダちゃん、4位フジピー、33位モモ、2位ノブマルさん、1位ポンポマルです。ありがとうございました。ということで皆さんはレイヤチンとザワチンのところに行ってきてください。私も8時まででしょ、星投げでも行くわ。ってことでありがとうございました。本当に短い時間だったんですけど、私のシンプルにミスです。はい、どんかぶりの時間にしちゃったんでミスですけど、マジでコンサート見つけてない。あ、コンサート座席分かったら当日に送ってくれると、当日の早めかもしくは前日の夜に送ってくれると一番助かります。ということでバイバーイ、行きましょうみんな。